お久しぶり、高橋はると。お久しぶりですね。作った直近のビデオは6月だと思います。私の意図は数日ごとにビデオを作ることでした。しかし、今11月です。5ヶ月が過ぎますね。お待たせでて失礼しました。 5ヶ月中に私は休眠ではありませんでした。たくさんの日記を書きました。ちょっと過ぎるけど、早くにこの日記をアップロードすることを試します。お待ちいただいてありがとうございます。